ってやろう。太郎です。いつも楽しく拝見しております。質問です。ズバリ質問です。質問ですって書いてある。質問ですと書いてないです。質問です。ズバリ F1 が一番早かった時代は何年なのでしょうか。予選の一発でも決勝のペースでもズバ抜けて早かったのは何年なのか教えてください。わかりません。早かった。常に最新の年が早いんじゃないの？違うの？あ、でも時々レギュレーションで遅くしたりしてるのか。はい、あの、まあ遅くしたり早くしたりの中でもう、わかんない。だっていつも早いじゃない？まあ、まあ、サーキットのファステストラップっていうのがあるのでそれぞれ調べてみればわかるんじゃないでしょうか。一発に関しては、まあ、大体のサーキットで多分2021年になってると思いますけど、最近までやってたとか。じゃあ次サーキット、まあ、だからサーキットによりきりっていうのはちょっとありますね。はいはいはい。で場合によっては、2004年とかが早かった時もあります、っていうのは、まあ、車が軽い、はい、でまあ、空力性能高いでエンジンも V10 バンバン。2005年の方が早いはずですけど、2005年ってタイヤのレギュレーションが多分予選から決勝までワンセットで走んなきゃいけないっていうルールになったから、予選一発は早くないんですよきっと。なので2004年が結構しばらく最近までコースレコードとして残ってたのが多かったですよね。20年近く前ですけどね、まあ、それから車が結構大きくなってきたりだとか、まあ、エンジンは V8 になったりとか、はい、その後 PU になったりとか、まあ、いろいろ規定が変わってきてるんで、まあ、車のレギュレーションとして一番早かったのが2004年とか、まあ、それこそタイヤ戦争ももちろんありますよね。ワンメイクになってからやっぱり予選で別にそこまで速さを求める必要はないので、まあ、2004年あたりがだからタイヤ戦争と車のレギュレーションでいうと一番早かったけど、それさえも2021年あたりは結構いろんなサーキットで塗り替えてるぐらい早かった。で2022年にレギュレーション今のやつに変わって、まあ、ちょっと遅くはなってるので、ただサーキットによっては早くなってるとこもあるかなっていう感じですけど、大体はまあ2021年が一番一発に関しては早かったんじゃないかなと。車の重量がそもそも、ね、重たくなってますしね、はいはいはい、2022年から800キロになってますからね、うん、でレースペースに関して言うと、それこそ2004年とかは給油ありでタイヤマネジメントとかせずにバンバン走ってるんで、多分レースペースは2004年とかの方が全然早いんじゃないですか。下手したら2005年はまあタイヤ1セットだから多分ないかな。多分2004年が一番早いんじゃないかな、レースペースは。2004年ってどこのチームが早かった時代？ウィリアムズ。よろしい。あともう20年前だよ。だって2004年を忘れるというのはもう F1 ファンではない、え、本当？2004年誰が勝ったかわからない人、だいぶいないと思いますよ。本当？はい、え、わかんないよ。2004年でしょ。2004年わかんない人って多分2014年にチャンピオンが誰かわからない人と同じレベル、うん、それもわかんないって。わかんないわかんない、じゃあ何も覚えてない。え、みんな覚えてんの？そんな87年ぐらいしか覚えてないんです。そうそうそう、それぐらいまで戻らないと覚えてない。ただの記憶が最近の記憶が薄れてるだけじゃないですか。昔の記憶がしっかり残ってただのおじいさん、うん、そうそう、ただのおじいさんです。でも2004年って最近じゃないですよ。最近じゃない、20年前ですよ。20年前ですよ、覚えてられないでしょ。当時生まれた子供はもう成人ですよ。誰が早かったんだろうね。だってもうセナもいないでしょ。セナだいぶ前にいない。もう10年以上経ってる。アロンソはもういたの？アロンソいます。はい、あ、いるんだ。だから2000年代がフェラーリ黄金期、黄金期ミハエル・シューマッハ、だから2004年こそその最多勝利がかなり17勝したんじゃなかったかな、ちょっと忘れましたけど、2002年と2004年は勝ちまくってる。あ、フェラーリで2005年2006年がアロンソですけど、まあ、そこからレギュレーションが変わってきてる、はいはい、まあ、フェラーリミハエル・シューマッハっていうのが結構コースレコードとして残ってるところは多かったですね。あ、そうなんだね。まあ、一発に関しては
あのウィリアムズも早かった、 BMW が早かったんで、はい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 、ウィリアムズ BMW って残ってるとこも結構ありますけどね。あ、そういう時代ね。まあ詳しいことはウキペディアを見れば、まあ、各レース、ね、各サーキットの、うん、だから、ね、コースレコードっていうと大体決勝のペース、はい、決勝のファステストラップがコースレコードっていうんですけど、はい、あ、そうなんだ、うん、あ、予選の予選じゃないんですよ、決勝なんですけど、まあ、それとは別にもちろん予選の一発の一番速いタイムが知りたいから、うん、まあ、それはそれでまた別のレコードとして残ってたりしますけど、うん、ちゃんと記録としてはアブソリュートレコードみたいな言い方しますけど、そう、まあ、それはそれであのそれぞれ調べていただければ、うんうん、ラップレコードっていうのを間違えてコースレコードだと思っちゃうと、うん、まあ、ただのレースペースの最速になっちゃいますけどね。それはだからちょっと気をつけていただいて、予選の一発の最速と決勝ペースの最速と、まあ、それぞれ調べていけばなんとなく分かるんじゃないでしょうか。ああ、なるほどね。なんか最近はだからもうレースペースは速くないってことでしょ、そのタイヤマネージングしなきゃいけないから、ね、まあ、燃料給油ももちろんないので、うん、110キロでスタートしてますし、うん、タイヤマネージメントもするし、うん、まあ、だからそこはタイヤセンスをやってる限りレースペースが最速になることはないでしょうし、再給油っていうのが復活しないことには多分2004年とかのレベルのレースペースには戻らないんじゃないですか、ね、ああ、そういうことね。給油があったから軽い車で走ってたってことね、うん、なのでまあまあその辺も、まあでも車ね、重量が全然違う、当時600キロで今800キロで、まあ、それでも今の方が車速いって考えるとむちゃくちゃ速いとは思いますけどね。確かに確かに。タイヤもワンメイクで、当時はね全然タイヤ戦争でバリバリの、確か2004年はまだ予選専用タイヤみたいなのもうなかったと思いますけど、ああ、でも昔はあったんだね、予選用っていうのはね。結構デタラメやったんだ昔はね、なんかだってもう予選と決勝でもう全然違う車走ってるってことでしょ。そうだから2000年代はまだ予選用エンジンっていうのがあったと思いますね、うん、はあ、2004年とか2005年はまだ予選聞いたことあるでエンジン、うん、もうピンピンのやつ使って決勝は別のやつ乗せ替えっていうのがあったと思いますね。V10 の頃はまだバリバリあって、それこそ BMW が2万1000回転みたいな、2万回転超えみたいな、ただし予選限定みたいなのは結構ありましたよね。あそうね、2万回転とかなファーンって言ってるって。確かに確かに、まあ、今はねそんなことないもんね、うん、今半分ぐらいでしょ、1万ちょいぐらいでしょ。1万ちょい一応上限は1万5000回転ですけど、まあ、1万2000ぐらいまでしか使わないですね。上限まで回すことってないんでしょ今は、はい、上限までは、はい、規定上の上限なんで、規定上1万5000回転回したらすぐ壊れると思いますけど回らないと思いますけど、そもそも回したければ回していいよっていうのが1万5000ってこと、まあ、でも1万5000回したから速くなるわけじゃないからみんな回さないってことね、はい、他のターボとかそういうものでパワーを出してるから、あれがもっとそもそも出し方、パワーの出し方が違うってことでしょ。ということで、早かった時代はどうやら2004年頃と、はい、いうことで、詳しいことは、すみませんご自身で、ね、調べていただいて、あれ F1 公式チャンネル行くとそういうのも載ってんの、その元々映像公式チャンネル、うん、その2000何年の映像とか、 あんまりないかもしれないですね。じゃあそれはじゃあ DVD を、 DVD ですか今の時DVD だったら売ってるでしょ多分、総集編、総集編、はい、うん、などをちょっと参考に、はい、早かった時代の余韻に浸っていただければ、はいはい、いいのではないでしょうか。おじさんたちがいいというやつはどこなのかね。ああそうだね、ファン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 言ってる、うん、だからちょっとボリューム大きめで聞いてくださいね小さいボリュームで聞いてたら意味ないからね、うん、はい、それが気持ちよく聞けるかどうか、まあ、またもしそういう機会がありましたらね、お前太郎8分過ぎてまだ引っ張ってんだろうって思った方はいいねボタン、いいねボタン、チャンネル登録、ライフロゴ T シャツがすいませんまだございます、よろしくお願いします。ありがとうございました。